はい、こんにちは、上岡慎吾です。質問ありがとうございます。先日江ノ島に行ってまいりました。まあ一言で言えば、しらす丼が美味しかったのっていうのと、猫のいびきがよく聞こえましたよっていう、よくわかんないね感じなんですけれども、どんな感じだったかっていうのをご覧いただきましょう。どうぞ。しらす丼。はい、江ノ島に来てます。江ノ島神社今参拝した後、奥の、竜のところというか、岩の方、のところに今向かう途中で、こんな素晴らしい景色が出てきました。シェアします。はい、箱根神社の、で一番お姉ちゃんのところに来たんですけれども、天井にカメハメハ、はい、竜神のところにやってきました。ほい、はい、今ですね、竜宮大神っていうの、あれわかんないけど、そしたら猫がですね寝ていびきをかいてるって。入るかな音。はい、猫と会ったと。はい、今ここまで来ました。下の方がこんな感じ。ここら辺、あそこの下あたりから洞窟入るのかね、多分ね。うわー、綺麗。ちなみにここのカフェ、学生割あり、パンケーキ学生1000円ですって。はい、で帰りはね、船で帰ろうというところで、帰り400円でね、入り口の方まで帰れるみたい。見てこの人いっぱい。そして上、こんな崖、あう。はい、第二洞窟にやってきたらですね、おお、すごい竜神がいらっしゃいます。はい、帰りは船で楽ちんで頑張ってる最中です。テスラタワーみたいなやつ。おお、一気に帰れる。すごい。あっちもいっぱい乗ってる。あ、トンビトンビ。トンビが飛んでます。歩いて渡ってきましたよ。いや、これは楽ちんだわ。はい、ということで、帰りは船で戻ってきたんですけれども、まあこれね、ちょっとね、地図なんですけど、こっからね、こういう風にこう来て、そして江ノ島来て、一番奥まで行って、そして帰りは、船で帰ってきたっていう図なんですけれども、まあ、江ノ島神社が、なんかね、ゆみさんが、占い師の人に、行ってきた方がいいですよって言われて、この間行ってきて、それで、慎吾も行くみたいな感じで行ってきたんですけれども、まあ、あんまりピンと来なかったっていうのが、正直なところでございまして、で、その江ノ島神社の奥の江ノ島岩屋っていうところに、ね、なんかビックリマンチョコとのタイアップをした竜っていうのが出てきたんですけれども、なんだかなーっていうのがあったんだけれども、一つ唯一、あ、これを見に僕来たのねっていうのが分かったんで、それをお伝えします。で、それは何かというと、この江ノ島岩屋っていう、その竜のね、ホラー穴みたいなところの奥のところが、まで行くと、そこが、富士山まで、富士山の地下まで繋がってるっていうこと。いわゆる、地下施設が、繋がっているっていうのが世界中で、そして日本もっていうのがあるでしょ。あ、そういうことだったんだって。で、今回見てきたのはすごく小さいところだけど、その下だったり、もうさらに地下の方が、多分、今まで言われてきた通り、アドだとかレプだとか、まあいろいろありますけれども、そういう感じで繋がっていて、だからもう僕ね、あんまり安易にお寺だとか神社だとかっていうことを、あ、
すごいこう神々しく見るとかってすごいもんだなって初めからフィルターにかけるのではなくて、何かしらの意図があって、そういうそこにそういう風に建てられたっていうのも分かったし、そして、今回行ってあの海の景色が出るところがいくつかあったと思うけれども、そこね、海の、面するところに人が集まっていてっていうところがあって、でその景色を見た時に、プサンの竜宮城、あ、竜宮寺か、竜宮城じゃない、竜宮寺っていうのを見てきた時があって、あ、それに近いかなっていうのをちょっと思い出したりもして、その海だとか、お寺だとか神社だとか、まあいろいろね、まああるところでやっぱり関係してるんでしょうねっていうところを体感、そして視感っていうのは見る、感じで、体験する時間だったんじゃないかなって思っています。ほんでちょっと面白い話で言えば、あのしらす丼って、どうなのかな、しらすで、あの丼でお腹いっぱいっていうか食べれるのと思ったんだけれども、僕らが入った店の名前は忘れましたけれども、なんかね、生しらす入荷しましたって書いてあったんですよ。だから、生しらす丼あるいは普通のしらす丼どっちかっていうところだったみたいだけど、ハーフ&ハーフできますよって言われたんですよね。うん、僕らの席は、うん、でじゃあ生しらすと、普通のしらす、ハーフ&ハーフでお願いしますっつって、そう食べたらやっぱりほらね、口に入った時の感じが全然違うから、あのいいんだけど、でもね、隣のところに、隣の席に着いたカップルの方はどちらか選んでください的な接客をされていて、どうせだったら生しらすなかなか食べれないから生しらすにしましょう、まあそれもそれで美味しかったのかもしれないけど、僕らはハーフハンドハーフで良かったかなっていうところがあって、だからなんかね、こう人というかそういうね、いろいろね対応の差があるんだなーっていうところで合うって感じね。はい、で、いつも通りね、あのテラヘルツのブレスレットをつけているわけですけれども、なんとなくこのね、両手に今つけているのがテラヘルツのブレスレットでございます。こちらネックレスでございます。そして腹巻き頼んだんだけど、腹巻き頼まれた方もう届いてます、テラビューティーってやつね、ジョーさんが言っていた。でね、全然ね、まだ届いていなくて、入荷しましたら、メールでお知らせします、みたいなところがあってね、あうーって感じなんですけれども。で、この、両手にこのつけるタイプでも、かなり体がポッカポカ。ちなみに、ネックレスでもポッカポカだけれども、この、やっぱり手っていうところのね、ところもやっぱすごいし、で、アンクレットって話もいろいろあったりもするでしょ。で、その江ノ島に行った時にですね、パワーストーン屋さんが出てきたわけです。で、そこでも、テラヘルツがあったわけですよ。はい。で、ヘマタイトとかね、テラヘルツだとかが置いてあったわけです。その店に関して言えば。で、直接、体に対する、感じとして、冷え性が良くなりますよだとかいろいろ書いてあって、僕ヘマタイトのことはよくわからないし、まあテラヘルツが置いてあってワオーってなって、でお店の方とチラッと目合った時に、僕これしていて、そしてこれ右はしていかませんでしたけど、これしていったんで、体ポカポカなんですって言ったら、完璧ですねって言われてね、合う。で、今週は結構ね、目白押しで結構ね、パンパンパンなんですけれども、明日3日は、まあ、お仕事関係でちょいちょいちょいで、4日は、午前中セッションやって、午後もちょいちょいちょいで、で、5日金曜日が、ジュジュさんの、まあちょっとね、ハワイ系っていうところで、まあちょいちょいちょいで、で、6日が、テスラ館、サンワード貿易さんの、で、当たりましたって言って、公式 LINE に、お返事いただいた方、ありがとうございます。まだはちょっとわからないんですけども、6日ね、午前中ちょっと猫関係のいろいろがあったりだとか、あと、夕方はもうちょっともう帰ってね、いろいろやることがあるっていうことも、ちょっと新たに出てきたっていうこともあるので、ご一緒にっていうのがちょっと難しくなっちゃうかなっていうぐらい忙しくなっちゃって、で7日はちょいちょいちょいで、8、9が、なんとか休めっかなみたいな感じで、11日、
午後、ほにょろろろっていうところで16日、上野、なんとかっていうところがあってね、もう結構ね、どん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 年末まで、スケジュールが埋まっていってるって感じでございますよ。はい。で、何かしらの自分の情報、自分のところに情報が届いたときに、早く動けるかどうかっていうのが、これから、問われていく、あるいは、問われていくというよりも、自分で動けば、さらなる、情報が、受け取れるっていうところがあるかもしれません。今回の、今週のサンワード貿易のジョー、スタージョーさんの、やつもそうで、今回は抽選というよりもなるべく多く入れるっていうところがあるみたいだけれども、で、そこで、まあ、午前中、猫ちゃん関連のがあるから、まあ、直接行って、で、ね、一緒にこの動画をご覧いただいている方と会えるかどうかわからないけれども、僕と会えるかどうかじゃなくて、テスラ缶を体験して、ジョースター・ジョーさんがどんな人なのかっていうところを、そっちにね、目線合わせた方がいいと思いますよっていうところで、うん、で、もし、体にこうやってね、つけるものだって、テラヘルツカサがあれば、もう手で握ったりするだけで、僕の、なんだっけ、渋谷の、テラヘルツ、テスラ缶の、やつの時に、テラヘルツをその缶の上に置いてきたっていうのがありましたでしょ？あれと同じような感じで、鉱物を通して自分の体に伝わってくるものっていうのがあるから、忘れずに持ってった方がいいと思いますっていう話。うん。とか、とにかく、自分が、直感で、あ、こっかなっていうふうに思って動いたとするでしょ。そうすると、それ以上のものがこれから手に入ってくるっていうこともそうだしっていうのは覚えてくださいね。覚えておいてくださいねって話ね。はい。で、この間の選挙ね。まあ、いろんなことが分かりましたよね。爆笑問題、太田光さん。うん、まあ、素晴らしい内容でしたね。ああいうことテレビで言っちゃうのっていうことも思われた方もいっぱいいらっしゃると思いますし。うん、まあ、その他もそうかな。ケムケムが、いろいろばらまかれているっていうところも、そうだし。もう、そうね。フェイクニュース、はい。そこで何度か登場してくること。で、結構ね、僕はね、わ、すげえなと思ったのが、古市さんが、山太郎に、こう、最終的に、パッキンしましたかっていうところ。うん。それに対する、返答しているときに、こう、かぶせていく感じとかっていうのは、ああ、なるほどねっていう感じだったりね。はいはいはい。もう、細かいニュースのところはまた改めてやるので、まあ、それをまた楽しみにしておいてください。まあ、これからね、5日までガンガンいろんなことが進んでいくと思いますので、はい。ということで、最後までご覧いただきまして、ありがとうございました。神岡シングルスでした。まあね、これからどん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 いろんな情報が、開示されていくと思うし、京王線の、ジョーカー、もどき、全然ね、ジョーカーを名乗るんだったら、もうちょっとメイクだとか、もうハロウィンなんだからやれよっていうところを思ってる方もいらっしゃると思うし、まあそれ以外もね、いろんなこと、中途半端ね、もう合うでございますよ。もちろんね、精一杯やれって、言ってるわけでもないし、エンタメなんだから、エンタメだったら、ちゃんと人を楽しませる、怖がせるのではなくて、楽しませるぐらいのところで、ね、っていうのもあったりもするんだけれども、って。はい、私絶対へこたれへんっていう人がへこたれるって話だとか、まあね、面白い選挙戦でしたよ。で、これからどうなっていくのかっていうところが本当ね、楽しみというか、まあそれはね、傍観してればいいわけですけど、僕らみたいなね、普通の人たちに関して言えば。うん。で、傍観してればいいんだけれども、やっぱりある程度の情報を、いろいろね、周りの人たちに、こうかもしれませんよねっていうね、感じで。絶対こうなりますよではなくて、まだなってないし、なんかね、そうじゃなくて、こうエンタメ性で、広げていくという意味に関して言えば、ジョーさんの本で、直屋豪さんのところとかで、いろいろ書かれているんで、そういうのも読んでみた方がいいだろうし、何度かお伝えしている通り、ジョクサさんの2冊目の本の一番最後のページにある秘密があるので、そこから特典動画といいますか、
ある動画を見ると、あ、なるほど、こういうことになっていってるんだっていうことがある程度わかると思いますし、あの単なる、これまでの延長線じゃなくて、これからもう大いなる文明開化というところは、いろんなことがひっくり返る以上のことが起こっていくわけで、で、あ、それが、あ、こういうことなのねって事前に分かっている人と分かっていない人では、単純にそういうことがバーンって開示された時に恐れてしまったり、うわーって思ったり心配になったりっていうことではなくて、その逆に豚の角煮出たー、はい、ということで、ということでじゃないけど、うん、そういう捉え方ではなくて、あ、なるほど、ようやくこれ来たのねっていうね、謎の、第三次ホニャララっていうところもそうですよ。うん、だからいろいろ言葉を濁して言ってる人もいっぱいいると思うけど、それは直接言わない方がいいわけで、でそういうことがこれからやってくるんだなっていう心のスタンバイ、そして魂のスタンバイ、頭のスタンバイ、いろんな意味でのスタンバイができれば、スタンドバイミーゴーンになるわけで。When the night has gone。 はい、という感じでございますよ。うん、もうね、いろいろ語ってきましたけれども、これからついにやってくるわけなので、それに対してしっかりと準備していきたいし、で、こうやってなかなかこう隠語と言いますか、いろいろ喋れないわけですよ、YouTube では。で、こういうものを取っ払って、これからどういうものが、出てきていって、そして、どんな風な準備をしていけばいいか、そして、もうやってきますから、そのやってきた時にどんな風に、自分が、していくっていう、その心構えも含めてっていうところについては、文明開化の最終セッションで、すべてお伝えしようかなと思っています。こういうことを、例えばこの YouTube で普通に喋ったとしても理解できない方がいっぱいなんですよ、一般的ではね。でも、実際今こうでこうでこういうことがあったっていう、その知識情報っていうものがあった上で、あ、シンゴリさんそうだったんですかって言った上で、じゃあどうしますって一旦考えてもらって、その後で、で実はこれからこんな風になっていくんですよ、ああなるほどっていう点と点が線でつながっていき、線と線で立体的になっていくっていうことを、僕は最、この文明開化、次の、新しい、時代じゃないね、文明に切り替わっていくときに、必要なものを、用意して、お伝えするっていう期間を作らせていただきます。ということなので、ご興味があればどうぞということで、最後までご覧いただきましてありがとうございます。神岡慎吾でした。チャオ。